はい、どうもお疲れ様でございます。今回はですね、50代の男性からのタレコミというかね、報告でございます。どちらかというと嬉しい報告ですね。この50代の男性、ずっとモテたことがないらしいです。そのモテないおじさんが300万円ぐらいで若い女性と結婚できました、すごくハッピーですみたいな、そんなお知らせです。もちろんね、女性の方も喜んでくださってて、非常にね、仲良くやってるそうですね。で、今回はね、そんなことをちょっとお知らせしたいと思います。繰り返しますけども、50代ひもてのそんなレポートです。ひもての男性のね、今まで女の人と付き合ったこともないけれども、若い子と結婚したいって言われていて、それが40代の半ばぐらいからね、私そういう話を聞いていたんですけども、ついにね、50代になって腹をくくったそうなんですよ。で、彼の年収はもう今マックスなんですけども、いろいろかき集めて450万円です。50代で450万円ですから、それが賃金マックスなんで、マネーパワーもね、そんなに強いとは言えません。まあ、しかしですね、こういったモテたことがないようなおじさんでも、若い女の子と今回は結婚できたんですよ。今は本当にどっから見ても幸せな家庭をつましく築いてるそうです。で、持ち家じゃなくてね、賃貸なんですけども、そんなこと全然お構いなしで、まあ女性の方もね、喜んでるということでございます。20代前半の若い女性です。で、今回どうやってね、これができたのかってことなんですけども、今画像を見ていただいてちょっとピンとした来た方もね、いると思いますけども、海外のお見合いです。で、その海外のお見合いにかかった費用がだいたいトータルで300万ぐらいだったということなんですよね。いろいろと婚活っていうのは、若い頃にやればやるほどお金はかからずに、結婚後にお金がかかるって形になりますけども、今回はね、結婚後もそんなにお金がかからずに、結婚に関するあれこれっていう費用も300万ってことだったんで、多くの方に身近に感じられる話じゃないかなと思います。で、今回ね、海外のお見合い、こういったスキームを使ったんですけども、某お見合いサイトの仲介料150万前後だったらしいです。で、実際に現地に行かなくてはいけませんので、航空券とかね、それから結婚はトントン拍子に決まったんですけども、結納金なんていうのがね、あるわけですよ。で、そういったものも込みで全部で300万。そう考えたら私はそんなに高い買い物ではないと思うんですよね。実はね、結婚って結婚する前よりも結婚した後の方が当然お金かかりますんで、そう考えていくと300万円で大体ね、ことが済んでしまうんだったら、結婚後あんまり派手にお金を使うタイプじゃない子が来てくれるんだったら、それはそれでハッピーだと思います。で、しかも今回は海外お見合いなんでね、日本なんてまだまだ贅沢だっていう風な感覚の国との結婚です。結婚可能な国ってのはいろいろあるんですけども、今回はラオスというね、そういった国が国際結婚のお相手、女性のいるとこです。で、しかも業者さんのおすすめもラオスだそうなんですよ。まあ、なぜならね、ここラオスってのは仕送りってのが結婚後に必要なんですけども、月に3万円ぐらいなんですよね。お嫁さんを下した家庭にだいたい1年間だけ3万円を送るということで済むらしいんですよ。通常この数万円っていう仕送りってのは、親が死ぬまで続くっていうのが世界の常識のような感じしますけども、ラオスに限ってはね、1年のみなんですよ。ですので金銭的負担も、まあ、限定的なのかなっていうところです。その後は結婚生活に集中できますからね。そしてラオスの女性ってのは、他の国の女性のようにガンガン自己主張はしてこないんで、多分ね、50代でモテてない男性から見ると本当に理想的な、いわゆる萌え萌えっ子なんですよ。控えめでね、おとなしくって、で、ついてきてくれて尊重してくれるんですよ。だからものすごくやりやすいと思いますよ。ただやっぱり優しくしてあげてくださいね。で、このラオスの女性ってのは、年上の男性に抵抗がない方も多いわけなんですよ。ですんで、20代の女性と40代、50代、60代と結婚するっていうのはね、現地ではザラなんです。で、そう考えていくと、日本人の50代ってまだね、ラオスの20代から見ると、まあ、全然守備範囲だそうで、他の国の60代と比べると若い方に見られるそうです。で、日本人の平均寿命も長いんで、結婚してね、すぐに病気で死んじゃうみたいな、そんなね、こともないっていう風な安心感もあります。で、
海外のお見合いサイトではベトナムとかミャンマーの方が可愛い子が多いそうだっていう噂もありますけども、結婚してからねこういった国の人って豹変することがあってトラブルも多いらしいんですよ。あとね、親が病気なんだとかね、なんかスマホが壊れたんだとか、結婚前でも結構お金を要求してくるケースがあるんで、もろに金目当ての婚活っていうのが多いんですよね。だから結婚後離婚っていう話にもなっちゃって、元も子もないわけなんですよ。ラオスに限っては今のところそういうのはないです。若い女の子と結婚して、まあ若い女の子とね毎日イチャイチャして暮らすわけですよ。しかも家事も幼い頃からやってるんで、サクサクやってくれて日本の家事もすぐ慣れると。洗濯とかねお掃除とかすごくこまめにやってくれるそうです。しかも働くことも幼い頃からやってますんで、近所でパートをしてくれることも本当に抵抗なく当たり前のようにやってくれるんで、本当に幸せだというふうに今回レポートしてくださった方は言ってますね。このようにラオス人女性ってのは働きに出てくれるので、実質的な持ち出し負担が男性の方からするとねゼロで、養うっていう感覚よりも住まわしてあげてるっていう感覚なんですよね。だから全然求めないし贅沢もしないし、もうすごくいいらしいですよ。ただやっぱりね、男性には言っときますけども、優しくしてあげてくださいね。で、長期的には金銭的にもこの2人で共働き苦にならないみたいなんで、プラスになるんですよ。親の介護とか、まあ当然ですけども子孫繁栄も積極的です。これはだからね、ラオスっていう国で育ったからそういうものが身についてるんでしょうね。はい、まあ結婚したくない人っていうのは関係ないと思いますけども、結婚したいなーっていう方で、ご覧のようにラオスのねアジア人の女性に抵抗がない方っていうのは、ラオスっていう国を選んでもいいんじゃないかなと思います。ちなみに言語とか文化とか付き合い方とかね、そういったのは自分でやってくださいね。そこまで私は知りませんので。でもなんとなく日本人っぽいなんかこう愛着ってありますよね。良くないですか結構、うん、あんまりやっぱりアジア人の中でもラオスの人ってのは日本人に抵抗のないね顔つきなんですよね。なんかフィリピンの方みたいに彫りが深くって鼻が高いみたいなこともないですし、クレオパトラみたいなねお化粧も多分しないと思うんですよ。はい、じゃあそんなところでね、よろしくお願いします。どうなるかはもうあなた次第ですから。一つのレポートをお送りしました。